はいどうも、レッドスターと申します。えー、今回は、動画のネタがつきてきたので、えーと、購入品の紹介をしていこうと思います。えー、今回購入してきたのは、えー、ブックオフの、えー、なんていうんですかね、シングルカードの販売なんですが、えーと、また、以前行ったお店と同じで、えー、半額セール、100円から250円以内かな、はすべて半額というセールがあったので、カードを買ってきました。 えー、そちらの方を紹介していこうと思います。それでは、まあ、安い金額からいきましょう。はい。えー、っとですね、ちょっといて。1個目が、はい。えー、龍剣士えー、ラスターピンデルムですね。こちら、えー、コレクションで1枚持ってるんですが、まあ、えー、魔術師デッキにも入るかなと思って1枚購入しました。まあ、100円だから、ま、あ50円。ならいいかなとも買いました。はい。えー、2個目ですが、はい。 えー、トワイライトロードシャーマン・ルビナス。こちらの方100円、まあ100円だったら買ったなと思った時にちょうど半額だったので買いました。えー、トワイライトロードのデッキも、まあパーツがあるんで、まあ、組むことできるかなと思って、えー、これで3枚目になるから買いました。はい。えー、次が3枚、3枚、同じ数3枚ですが、はい。えー、左腕の代償の、これ多分、レアリティコレクションかな。水礼。 リリアリティコレクション2ですね、はいえー、これ買った時にちょっと失敗したなと思ったのが、えー、ストラクチャーデッキの、えー、ロードオブマジシャンにこれノーマルで再録されてるんですよねうんー買う必要なかったかなと思ったんですがまあ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 、まあえー、実はこれレアリティコレクション買った時に全く出なかったカードだったのでまあいいかなはいちょっと後悔しますがいいかなって感じですでここから値段が150円かな えー、この方になります。はい。えー、チョコマジシャンガール。なんか前も買ったような気がするんですよね。えー、っと、KC レアかなんか。はい。えー、ですが今回は、えー、20th anniversary pack かなの方で再録されたウルトラレアの方を、まあ、3枚購入しました。マジシャンガールデッキも組めたら組もうかなーって思ってるんで、まあ、3枚買ってきました。 で、次が、ここがまた値段変わるのかなえーと、個人的にこれはちょっと嬉しいなと思いました。はい。えー、ブルーアイズホワイトドラゴンの、えー、ココイチ、えー、ココイ番嫌で配られてたものの、まあ、ウルトラ版。これも 20th アニバーサリーパックかなのカードなんですが、まあそうですね、100円なら全然買いだなーと思って、ちょうど3枚あったんで、えー、買いました。で、えー、西岸で、 木をまあ組んでいるので、一部のカードをこれに差し替えて使おうかなと思います。はい、えー、これが最後のカードになります。これが一番当たりかな。せーのはいえー、拮勝負ですね。はい、これも2023にわさリ版ですが、えー、もともと拮抗勝負って初めて収録された時にちょうどカード離れてたので何とも言えないんですが、当時1000円ぐらいしたかな？ うん。で、シークレットリアがもっとしたんで、今、まあ、200円。まあ、100円で買えたてのあり,ありかなと思って買ってきました。で、かかってたものを、まあ、全部買ってきました。6枚。はい。まあ、サイドでも、メインでも採用できるカードかなと思います。うーん、そうですね。妖戦銃とか使えるんじゃないかなと思います。自分が持ってるデッキの中では。はい。まあ、これだけあればね、デッキの方にいくつか採用できるかなと思います。はい。 えー、そうですね。今回紹介切るのはここまでですかね。はい。また、あ、半額、半額の時に限ってちょうどこのね、20th アニバーサリーパックのが出てたんで、まあラッキーだったって感じですね。えー、そうですね。まあ最近本当にネタがないので、とりあえずゲームとかの動画も上げていこうかなと思います。はい。えー、それではご視聴ありがとうございました。今回の動画は、今回の動画はここまでになります。それでは、バイバーイ。